んにちは、カワポンです。今日は明治大学の商学部と経営学部のどちらを受けるかの比較をします。商学部は看板学部とされています。経営学部は少し存在が薄い印象ですが、その差はどうなのでしょうか。まずはダブル合格した場合の進学率を見てみましょう。週刊ダイヤモンドさんの情報です。2022年度の進学率は商学部が 87%、 経営学部が 13% でした。前年度は商学部が 85%、 経営学部が 15% でした。やはり商学部の方が人気が高いようですね。次に直近の志願者と倍率を見てみましょう。キャン偏差値も載せておきました。真剣文字の偏差値では同じ76となっています。まずは商学部の志願者と倍率を見てみましょう。2020年から2021年にかけては志願者と倍率はほぼ横ばいでしたが、2022年度は志願者と倍率がそこそこ下がりました。2023年度は反動で少し上がるかもしれませんが、そこまで大きな反動はないと予想しています。次に経営学部になります。こちらです。志願者はやや増加傾向になりますが、倍率は安定しており、すべて4倍を切っています。商学部よりは例年倍率は低めになっていますので、倍率だけで判断すれば経営学部が狙い目と言えるでしょう。2023年度も横ばいと予想しておきます。外れたらごめんなさい。では2023年度のそれぞれの上位大学との入試日程のかぶりを見ておきましょう。明治の商学部の入試は2月16日になります。同じ学問系統の入試はありませんが、慶応の法学部を中心に法政大学でも3つの学部の入試があります。それなりの分散効果が見込めると思います。明治大学の経営学部の入試は2月10日になります。この日は中央大学と学習院大学のご覧の学部の入試があります。学問系統では中央大学の国際経営学部になります。少し分散効果はあるかもしれませんが、全体的に比較すると商学部よりは分散効果は薄いと思います。今日は以上になります。ありがとうございました。